いかがお過ごしでしょうか。人道体操のお時間です。今回はサーキット編、追い込んでいきましょう。皆さん、体を動かせますか。一緒に体を動かしましょう。人狼はゲームじゃない、トレーニングだ。人狼体操。さあ、今回はサーキット編です。どんどん種目が移り変わります。一緒に頑張っていきましょう。それでは腕立て伏せいきましょう。まず椅子に両手をつきます。そしたら足を伸ばしましょう。肩と手が垂直にあるようにしてください。そのままゆっくり下ろしていきます。この時に脇を締めた状態で行ってください。そのまま上に上げましょう。グッ、下げて上げます。それではいきましょう。それではやっていきましょう。まず椅子を用意します。15秒、10秒休憩、15秒の2セットです。それではセットしてください。スタート。さあ、しっかり曲げてしっかり伸ばします。ただやるのではなくて、自分で意識をしていきましょう。曲げて伸ばす、二の腕の裏側意識です。曲げて伸ばす。さあ、もうちょっと頑張れ。はい、 OK。さあ、負荷が低いなと思う方は足を開いてジャンプします。ジャンプして下がると同時に腕を曲げる、やってみてください。それでは行きましょう。スタート。さあ、ジャンプをしてもしなくてもやることは同じです。しっかりと体重を手にかける、曲げてくる、その体重を押し返す。さあ、二の腕の裏側意識、ラスト。はい、 OK です。それでは腹筋いきましょう。まず寝っ転がります。そのまま椅子が動かないように足を絡めてください。そしたら両手を上に上げます。この手が曲がらないように上体を上げて椅子を叩きます。いきましょう。グッ、8に下がります。上がる、ドン、もう一度ラスト、上がってタッチ。はい、それではいきましょう。さあ、それでは腕立て伏せと一緒です。15秒の2セット。さあ、足をかけてください。肘を曲げずにいきましょう。セット、スタート。さあ、これも腕立て伏せと同じです。雑に動くのではなくて丁寧に動く。肘はまっすぐ、上がるときに呼吸を吐きます。さあ、しっかり上がってくる。さあ、もうちょっと頑張れ。はい、 OK。 さあ、負荷が低い方は椅子を持ち上げます。そのまま上でタッチ、椅子を支えましょう。さあ、行きます。スタート。さあ、椅子を上げても上げなくてもやることは同じです。しっかりと自分の体を支えながら上がってくる。はい、肘は伸ばしたまま、上げてる方は上までしっかり上がってタッチしましょう。はい、 OK。 それではジャンピングスクワットいきましょう。足を広めに保ちます。はい、そのままゆっくりしゃがみましょう。立ち上がると同時にジャンプします。トン、しゃがむ、ジャンプ、しゃがむ、ラスト、ジャンプした時に足伸ばす。はい、それではいきましょう。さあ、それではいきましょう。これはきついので8回、10秒休憩の8回です。しっかり曲げてジャンプいきましょう。スタート。さあ、着地と同時に下げる、しっかり伸ばす。さあ、頑張れ。きつい。はい、ラスト。はい、 OK。 さあ、休憩です。負荷が低い方、ジャンプをしたらももを抱えていきましょう。これは少しきついです。頑張ってください。それではいきましょう。スタート。曲げて伸ばす、曲げて上がる、自分の体重を自分で上げに行く。着地はドスンとしなくて静かに降りる。さあ、もうちょっと頑張れ。はい、 OK です。さあ、最後に背中を鍛えていきましょう。真横に手を置いて上に上げます。この時ずっと肩甲骨を寄せておく。さあ、行きましょう。セット。今回も15秒の5秒休憩、15秒です。行きましょう。さあ、手が下まで落ちすぎないように水平で自分で止めてください。必ず下げた時も上げた時も肩甲骨を寄せます。さあ、ラスト。はい、休憩。さあ、5秒だけです。さあ、呼吸整えていきましょう。スタート。さあ、しっかり下ろした時も肩甲骨を寄せる、顎が下がらないように、そして胸を張る。
背中を意識、さあ頑張れ、もう少し、5秒です。さあ雑にならない、最後まで丁寧に、さあストップ。はい、お疲れ様でした。追い込めましたか。体がさぞ喜んでいることでしょう。勤労はゲームじゃない、トレーニング。